ました。失礼しました。かわいいですけど。フルシルバーね、連発です、連発。これだからね、昭和人流ゲーム楽しいですよ。V の子供ですね、若し。ドラッグメダル、メダルキャストで。いやこういう釣りがね、この昭和人流ゲームの醍醐味です。いい感じで釣れてます。もう、やった、ダブル。OK。おはようございます。リオプロスタッフの佐藤と申します。今日は、新製品のですね、ドラッグメダルキャスト。これで、夏から盛り上がる青物ですね、サーフで釣っていきたいと思いますので、今日は皆さんよろしくお願いいたします。来た、バレた、滑った。いきなり当たりました、今。来た、よし、来た。ヒットしました。今のは表層です。ドラッグメダルキャストかなり飛距離が出るので投げてもらって水面直下を今早引きです。魚がどこのレンジにいるかを的確に把握しないといけないので、まずは、表層からですね攻めていくのがベストだと思います。ちょっと可愛いですけど、はい、ブリの子供ですね、若し。ドラッグメダルキャストで1投目からヒットしました。ちょっと可愛いですけど、はい。まずじゃあ、ドラッグメダルキャストの簡単な使い方、おすすめの使い方ですね、やっていきたいと思います。まず、魚の活性を見るために僕がよくやる方法なんですけど、投げて水面直下を引くスキッピングですね。投げたキャジグが水面をこう飛び跳ねながら行くので、表層をハイアピールでしてくるのがスキッピングの釣り方です。水面から出ながらこう飛びながらですね、水面の走る水しぶきで魚はジグに気づいて上がってきます。もしくはナブラについている魚がイワシではなくてジグに反応するっていうのは狙いなんですね。次に、ファーストリトリップの場合はスキッピングよりも下げた水面直下を引いていきます。この場合のメリットとしてはスキッピングと違ってルアーが非常に安定して泳いでくれるので、やっぱりヒットしやすい、もしくは水面まで出きらない活性が1個下がった魚を釣るには表面水面直下の早引きですねが有効になってきます。で、この応用としてキャスト後にカウントダウンを取ることでレンジを探ってくることができます。当然そこまで落とせばそこを引いてくる、その速さによってそこから表層まで引いてくるパターンもあればゆっくりそこを引いてくることもできます。こんな形で応用しながら、ね、広い範囲を探っていくのがポイントです。で、今度はそういったそこまで沈めてからのファーストリトリープですね。今表層で出なかったので一回沈めて、ここから早巻きで探っていきます。非常に勝負が早いので、当たった。まあやっぱりできなかったのが当たりましたね。起きた、はい、来ました。やっぱり水面までできらない魚がこのようにレンジを下げて巻くことでヒットにつながります。いいですね。よし、はい、釣れました。はい、
こんな風にまず青物も結構こう上がったり下がったり右行ったり左行ったり、広い範囲をかなりこう回遊してますので、結構臨機応変に、攻めていくのがポイントです。でもう一つ、ジャークのパターンであれば、逆にこう早引きに追いつけない魚、もしくは魚種ですね、今日は青物ですけど青物じゃない根魚であったりとかヒラメなんかを釣る場合は早引きにはついてこれない魚多いので、投げてしゃくってくる、ゆっくり魚に見せてあげることでヒットにつなげることができます。もし先ほどで当たりがなければ沈めてしゃくってくるみたいな、ワンピッチジャークできた、できてました。今は水面でなかったので沈めて、しゃくったところでヒットです。このように投げて巻くだけじゃなくて、しっかりしゃくることでも特徴的な準備になってます。感じで釣れてます。おやった、ダブル、ダブル、オッケー、ほい、よし、楽しいな、やっぱり当たりの重い釣りは楽しい。ほい、よかった、ただ巻きでしょ、よし、おいだ、ほい、むしろがね、連発で連発で、ワンシーツを2倍釣りだ、これだからね、ちょっと当たりにね、ほいだ、30g ピンクシルバーゲットです。やりました。